大家好，我是陈赫陈勇。今回台湾で公演開催できることを本当に嬉しく思いますし、光栄に思います。日本前杰尼斯艺人 Kiss My Feet 千鹤健勇30号出席在台北举办的海外首场个人作品展记者会，这次以艺术家身份为个展来台，带来不少自己设计的球鞋。日本の、表参道ヒルズで最初に個展をさせていただいたんですけれども、そこをきっかけで、自分の大好きな、台湾でこう個展が開催できることを本当に嬉しく思いますし、台湾の皆様に僕の作ったこのフィンガ君というフィギュアだったり存在を知っていただけたら嬉しいなと思います。今回の個展に関しては3回ほど来させていただいて、台湾のご飯もたくさん食べさせていただいて、街並みだったり気候だったりを感じさせていただいた時にすごく過ごしやすくて、でしかも台湾の方って本当に優しくて、みんなで心があったかくて、なんか台湾のお友達を増やして、もしかしたらいつか僕台湾に住んでるかもしれないなっていうぐらい、すごく台湾のことを僕は今愛してます。だから今回は僕が自転車に乗った姿でどこかで皆さんにお会いするかもしれません。从展览品能看出千鹤健勇的设计特别具有个人风格，他认为手部动作可以跨越语言隔阂，让世界和平，所以大量以手指为元素的创作。他透露演艺事业遭遇变化，就是透过画画释放压力，重新找回热情。